近藤さん、中日が2年連続で弱い理由を分析。もっと切ってくれ。近藤さんの分析。阪神と中日の対戦成績を見ればわかりやすい。安打数本塁打数は大差はないが、打点数は阪神が97点、中日が55点と大きな差がある。そこで15勝7敗1分けと大きく勝ち越された。チャンスで打てない、これが全て。近藤さんも、ランナーなしの時はいいバッティングするけど、チャンスだと弱気になるって解説してる。フロントはこれを見ろ。清原とか片岡より、近藤さんを連れてこいよ。打つ方はなんとかします。就任時の立浪さんのコメント、チャンスで打てないとよく言われている。一応自覚はしてて安心した。言われている、かっこ他人事。近藤さんは安打数や本塁打数ではなくて、打点に目を向けろって言ってるんだな。四球や犠打も大事。ヒット打っても、点は入らんと意味ない。立浪さんはこれを見なさい。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。